プーリオ、前田氏反動票に論破される。プーリオ氏はアジアカップで無得点だった前田選手を見せてくれていないんだよ。何もと酷評した。しかし、セルティックにおける前田の貢献は周知の通りだ。専門サイト、セルツアヒアによると、チームメイトのグレッグ・テイラーは、僕らのチームの重要な一員だと、前田に賛辞を寄せている。彼はいつも限界までプッシュ、素晴らしいプレス能力で高く、ハードルを設定する。僕は、プレスに関して彼が世界トップクラスだと信じているよ。このコメントを伝えたセルツアヒアは、テイラーは彼がセルティックに不可欠な存在と見ている。プーリオからの厳しい言葉にもかかわらず、テイラーは前田の本当の価値、チームのダイナミクスにおける彼の重要な役割を見ている。むしろ、前田だけ良かった。ボールも追い続けられていたし、おしゃれなヒールパスまで見せていたし、プーリオ氏は、他の選手に厳しく言えるレベルではなかったと思いますけどね。大して特徴のない、ただの普通の選手だったと思う。J リーグとアジアレベルでのみ通用するディフェンダー。前田の方が特徴があるし、サッカー選手としては求められる存在だと思う。あの、プレッシャーと、ボールを追いかける体力とスピードは、世界中のどのチームも欲しいと思う。強豪国とやるときは、攻められることが多い。だから日本は点を決める要因よりも、前で奪える、プレスからのダッシュが理にかなってると思います。大迫は、クリアボールをキープして2列目の香川、乾が上がってくるためのキープ要因だったし、点よりもチーム全体で考えた時の役割を持った選手の方が今の日本に向いていると思います。逆に大前だけ頑張ってた印象だったけどな。90分攻守に爆走しまくってタックプレーに気持ち感じたけど、東証と呼ばれた OB は彼の気迫を感じなかったのかな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いのでぜひご視聴ください。